ここうち？でも全部白黒だ。ここが伊達の心の中なのかな。伊達、どこに隠れてるの？伊達。あれ、あそこだけ色が。シチューだよね。食べてみよう。具が大きい。そういえば、前はいつもこんな大きかったっけ。遠慮しなくていい。俺特製の絶品シチューだ。あったかいうちに食ってくれ。自分でも何でかわからんが、なかなかうまいぞ。伊達の警察の ID だ。伊達、起きろ！バカ！ダーク、何してんだよ。私の服と一緒に伊達のクタクタパンツ洗濯したからじゃ。バカ、変態！くそ、今度から気をつけないと。毎回こんなことされたら言及どころじゃ済まないぞ。そういや、そんなことあったっけ。ゴミ箱だけど、あの紙でいっか。大事な書類かもしれないけど、捨てちゃうよ。だってどうやったら反応してくれるんだろう。このゴミ箱、何かあったような気がするんだけどな。ゴミ箱だけど、
これってもしかして、おい、授業参観のお知らせが捨ててあったぞ。お給料に知らせなくていいのか。関係ないじゃん。難しいな。困らせてごめんね。私が閉じ込められてたスピーカーだ。この調子でこの家のありとあらゆる家電を破壊するよ。だっていいの。何か反応してよ。つまんないじゃん。みずきちゃん、スピーカーだ。残り5分だ。これ、私の声。みずき、みずき、待ってろ、すぐ見つけてやる。あの時は遅くてムカついたけど、でも伊達の顔見てすごくホッとしたんだよ。フサリンパだ。なんかないよ。私の大切な宝物だもん。フサリンパだ。はキモとか言っちゃったけど、本当は、これでよかったのか。いらないとか言われたら。ただいま。あ、瑞希、おかえり。何隠したの？それ、何？え？これか？いや、なんだろうな、これ。ああ、そうそう。ちょうどこの空間が寂しいなと思ってな。ほら、ここにぴったり。使ってるベッドだけど、
ドアだ。開かない。もしかして伊達が中に閉じこもって。うん、違う。確か閉じこもってたのは。残り4分切ったよ。みずきちゃん、平気かい？私が使ってるベッドだけど。何も匂いしないよね。うん。伊達臭いところなんかじゃ寝られないし。私が使ってるベッドだけど。伊達には悪いけど、もうここ以外では寝られないな。ああ、なんか夢の中って無性に疲れるな。次どうしたらいいんだろう。オータンなら秒で攻略しそうだな、こういうの。そういえば、前は私あっちのソファーで寝てたっけ。いつ変わったんだっけな。私が使ってるベッドだけど。ベッドの下といえばちょっと嫌な予感もするけど、うん、変な雑誌とかなくて安心した。残り3分だ。そろそろ気をつけてね。みずき？いや、その、勝手に食って悪かったって。またプリン買ってやるから。なあ、開けてくれないか？もうそろそろ限界で。トイレ行きたいんだよ！漏れそうなんだよ！おい！マジで頼む！開けてくれ！伊達のベッドじゃなくてソファーだ。そういえば前は私がこっちで寝てたっけ。こんなこと言ってたんだ。まったく。伊達のコートだ。
なんか陰湿。やめた。やるなら伊達が来てる時にしよう。そうだ、ガキ好みのどちゃくそ甘いプリンをボスからもらったんだ。冷蔵庫にあるから食っとけ。ナイス筋肉。残り2分ないよ、みずきちゃん急ぐんだ。私のランドセルだけど。イクメ神社の門で、ねえ、せっかく来たんだからさ、お参りしていこうよ。言っただろ、俺は神様なんて。いいからいいから。水木が健やかに育ちますように。何をお願いしたの？この退屈な時間が一刻も早く過ぎ去るように。お前はこっちへ来るべきじゃない。おきゅうらのところへ戻れ。必要なのは俺じゃない。水木、ありがとう。水木、
なんで俺こんなところに。探偵！おい、いきなり何の真似だ。伊達がバカだから。え？伊達がバカだから殴ってやろうと思った。おかえり、おかえり、伊達。ああ、ただいま。
ずちゃん。鈴尾くん。つうか、お前ら本当に仲いいよな。なあ相棒、お前今俺の左目から出てるよな。ちょうどいいから賽銭箱の中に入って。私が賽銭箱に入ったらお前は豚箱に入ることになるが、それでもいいのか。賽銭。私はトロは嫌いだよ。知ってる。魚介類が苦手なんだろ。あの石碑なんて書いてあるの？尊き者は遠きところになし、そう書いてあるな。そっか、何気にいいこと書いてあるね。ねえ、鳥ってさ、なんで鳥がいるって書くのかな？いい質問だ。昔々、大昔、天照大御神が天の岩戸に隠れた時、そこから天照を出すために鶏の止まり木を用意して、だから寝るなっつってんだろ。思い出した。私伊達のせいで大恥かいたことがあるんだから。友達と一緒に初詣行った時、一人でぺちょぺちょおへそ洗ってたらみんなに大笑いされて、ほんと穴があったら伊達を埋めたかったよ。お前の左目にいるより居心地がいいからな。ずっと乗っててもいいよ。人が来たら隠れるんだぞ。通報されちまうからな。私は神の存在は信じていない。だがこの場で手を合わせないのは礼儀作法に反するだろ。伊達は何を祈ったの？俺はただ礼を言ったまでだ。助けてくれてありがとうって。おい、何を勘違いしている。お前が一命を取り留めたのは私のおかげであって、神の力によるものではないぞ。私が身を挺して弾丸を食い止めたから。お前に当たったのは偶然だろ。っていうかお前、あの時のことを覚えてるのか？知ってるだろ。私が目にしたもの、聞いたものの全てはクラウドストレージにアップされている。無線通信によって随時リアルタイムで。したがって私の本体が粉々になっても、私のバックアップデータが失われることはない。私の記憶はもちろんのこと、思考中枢を司っているメインプログラムも含めて全部。もっとも撃たれた後のことについてはわからないが。じゃあ伊達が意識を失う直前に言ったことも？なんて言ったんだ？水木、助かってよかった、そう言ったんだ。違う、キャバクラ行きてって言ったんだよ。だってらしいな。捜査本部の方では瀬島が2代目のサイクロプスということで一件落着している。事実、瀬島が死亡してから一月以上が経つが、あれから同様の犯罪は一つも発生していない。だが動機については依然として謎のままだ。なぜターゲットとしてあの3人が選ばれたのか、
どうして左目をくり抜く必要があったのか。瀬島にはそういったことを好む異常性があったからというのが一応捜査本部の見解だが。納得はできないな。うむ。あ、すまない瑞希、思い出させちまって。うん、大丈夫だよ。オータンは退院して元気にやってるみたい。イリスの方は入院したままだけど。ああ、知ってる。早く良くなるといいな。うん。実は私、一つだけ伊達に言ってないことがあって。なんだ？あの事件が発生してから5日目、確か火曜日のことだったと思うんだけど、捜査本部で事情聴取を受けた後、私瀬島のこと見かけたんだよね。どこで？車で家まで送ってもらう途中の道で。ただ見かけただけか？うん。隣に知ってる人が歩いてたの。私のクラスの担任の先生が。担任？その人、私の親友のお母さんでもあるんだけど、まあこの話は長くなりそうだからまた後で。いやいやいや、今言えよ。やだ。どうして？お腹ペコペコだから。ご飯食べながら教えてあげるよ。伊達が早く死んで1億円の保険金が入りますようにって。保険なんてかけてないだろ。さてと、そろそろ行くか。あ、そういえばまだ言ってもらってないよね。何を？お礼だよ。助けてくれてありがとうって。それはお互い様だろ。お前にも言われた覚えはないぞ。まあ、言葉にしなくてもいいけど、伊達が私ラブなのは分かってるから。あ？誰がお前ラブだよ。え、違う？瀬島んとこ行った時とか、水木って叫んだりしてかなり本気だったじゃん。俺は水木なんて言ってない。水木って言ったんだ。突然池で泳ぎたくなったから。苦しすぎるぞ伊達。ほんと伊達ってツンデレだよね。ああ、ツンデレ界のホームラン王だな。よりによってお前ら二人に言われるとは。はあ？どういう意味だ？自覚してないのかこいつら。さあ、とにかく行こう。どこに行くの？決まってるだろ。もんじゃ食いに行くんだよ。や